絵画ット買取プロ、私ども美術品の買取の中華道で運営しております。今日はですね、この田中一村のことのご案内でございます。田中一村先生、えー、皆さんもご存知の通り自然遺産の豊富な文化遺産の一つ、奄美大島でたくさんの絵を残されました。中でもですね、この パイナップルのような実、これ、アダンの実と言いましてですね、まあ、エン大王に捧げる実として、まあ、一村が書いたわけなんですけども、この評価、この作品の評価を機にですね、随分と変わっていきます。 え中でもこういった、ああ、奄美の自然を描いたですね、えー、熱帯雨林のこうした自然風景ですね、こういうのがですね、あの、田中一村の中でも非常にですね、今人気が、えー、上っておりますので、もし田中一村先生のお作品に心当たりがございましたら、一度私どもにお問い合わせいただきたいと思います。絵画骨董買取プロ、ぜひよろしくお願いいたします。